皆さんこんにちは、こんばんは。マイメド GB417 ことはんちゃんです。今回は企画抽選動画を撮っていきたいと思います。奥に置いてあるスクイーズは全て売れたスクイーズで、もうラッピング済みなんですけれども、一応お見せするとまあこんな感じで包んであります。で、包み終わったものがこの全部なんですけど、これはちょっと画面が狭くて、これを奥に置いてどんどん置いていきたいので、ちょっとこれは置ききれないのでもう履けます。で、一応まあこんな感じでラッピングしたよっていう風にお見せしたかったので、あらまあすいません、お見せしたかったので出してるだけなんですけど、ちょっと履けます。それで、よいしょ。はい、他のね、このねスクイーズの方を紹介していきたいと思います。ちょっとグダグダで申し訳ないんですけど、企画の抽選の動画は一発で撮るのでちょっとグダグダなんですけどすいません。そして犬がすっごい鳴いてて、ちょっとうるさかったらすいません。で、今回の番号は、21番まであります。21人の方っていうわけではないんですけど、1人何回も買ってくださってる方もいるので、でも21番まであります。こんな感じです。ちょっとカメラちょっと下げますね、見えにくいですよね、すいません。はい、でどんどんまずこの紙を入れていきたいと思います。まず21番から入れていきます。21番、20番、あれ順番、あ、いいのか。20番、19番、18番、17番、16番、15番、14番、あらら、13番、12番、11番、10番、9番、8番、7番、6番、5番、4番、3番、2番、1番ですね。はい、全部入れ終わりました。21個紙があります。で、用意してたスクイーズよりも企画する方が多かったので、スクイーズを足しました。で、まずこちらのエンジェルバニーのスクイーズ、ブルームの、あとこちらのスヌーピーのボンボローネと、ベルちゃんのマカロン、そしてカフェドイヌのワッフルになります。まあ、これも全て紹介済みのものな、私が紹介したものなので、袋の粘着など少し弱まってるかもしれませんが、動画で紹介している以外、普通にプライベートっていうか、その動画外
てんのを触ったりとかはしないので私なので、まあ、比較的綺麗だと思うんですけれども、でスライムが何個あるんだったっけ、 18くらい大体あるので、ブルームとかこう結構高めのスクイーズっていうのかな、割と当たるこうブランド系のメーカー品のスクイーズなどを買った方はちょっと足りないので、小さめのこう下の方のねスクイーズとか当たった方におまけでプレゼントしたいなと思います。なのでまあ入ってない方もいるかもしれないんですけれども、一応スライムも入れます。はい、スライムちょっとはけますね。はいじゃあどんどんやっていきたいと思います。まず一番値段に高いやつからやってきますね。まずこちらのアニマルドーナツのプニマルのスクイーズになります。これは一番いい、まあ人それぞれなんですけどね、どれが欲しいとか。まあでも一応このドーナツからやっていきます。ドーナツの方はドル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 この方にします。じゃん、いきます。お、15番の方です。おめでとうございます。はい、15番の方はですね、マステを貼っておきますね。はい、後で確認いたします。15番の方おめでとうございます。次はこれフォクシーフォックスだったっけ、ちょっと名前あたりかかんないんですけど、まあそこら辺はいいとしましょう。これを抽選していきます。フォクシーフォックスの方はこの方にします。じゃん、19番の方ですね。おめでとうございます。19番もマステを貼っておきます。はい、おめでとうございます。次はエンジェルバニーのスクイーズの当選者様を決めたいと思います。ドル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 ポン、これにします。じゃん、下に線が書いてあるので6番の方ですね。おめでとうございます。6番の方はエンジェルバニーでした。で、ちょっと見えないかもしれないんですけど、ここに置いてるのでよろしくお願いします。次はご飯のスクイーズですね。ご飯のスクイーズの方はトル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 ンポン、これにします。じゃん、11番の方です。おめでとうございます。やばい、これ入ってなかったですね。申し訳ございません。ちょっとこれが入っていなかったので、この方がとってもかわいそうなので、ちょっともう一回やらせていただきます。本当にすいません。そして今当たった11番の方も期待させてしまってというか、すいません、1個あるのに気づかなかったです。でもこれ取り直すわけにもいかないので、もうこのままいっちゃいますね。本当にすいません。今この紙が入ってなかった方が何番なのかわかんないんですけど、みんなちゃんと企画に参加してるってことにしたいので、すいません。ではこれにします。いきます。16番の方です。おめでとうございます。はい、本当にね、さっき引いちゃった人すいません。16番の方です。はい、次はどれが高いとか、まあだいたい同じらへんなので、カフェドエヌとかそこからいきます。まずこっちの方が高いのかな、このボンボローネ決めます。トル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 ンポン、じゃん、9番の方です。おめでとうございます。9番の方はマステを貼っておきます。どんどんいきます。ワッフル、トル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 ンポン、この方にします。じゃん、5番の方です。おめでとうございます。5番の方はワッフルです。次こ
こちらマカロンのスクイーズ、トゥル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 ン、ポンじゃん、21番の方です。おめでとうございます。抽選動画すっごい長くて申し訳ないんですけど、最後まで見てください。すいません。はい、21番の方です。そして次、このクロワッサンの方を決めます。てる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 ん、じゃん、お、1番の方ですね。おめでとうございます。1番の方でした。はい、次どんどんいきます。こちらのコロネのスクイーズ、てる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 ん、ポン、8番の方です。おめでとうございます。8番の方はコロネでした。次、この中でいいスクイーズというのはどれ、これかな。一応限定のものなので高いかな、わかんないんですけど、このやつやっていきます。まずこのオレンジの方から、てる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 ん、じゃん、あれ、じゃん、18番の方です。おめでとうございます。18番の方は肉球でした。よいしょ、次いきます。このあら、このスクイーズです。てれ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 ん、ポンポン、じゃん、2番の方です。おめでとうございます。はい、2番の方は、おいしょ、このダークミキャンの肉球でした。はい、次はこの一斤パンのガチャガチャのね、スクイーズです。てる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 ん、ポン、この方にします。じゃん、20番の方です。おめでとうございます。20番の方はこのパンのスクイーズでした。次、肉まんのスクイーズ、この普通の肉まんのスクイーズの方は、てる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 ん、ポン、7番の方です。おめでとうございます。はい、7番の方がこちらです。で、次、てる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 ん、あ、違う、スクイーズ決めてなかった。これアンマンのスクイーズにします。てる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 ん、ポン、17番の方です。おめでとうございます。17番の方がこちらです。これちょっと折れ去ってない。はい、じゃあ次、このカレーマンのスクイーズは、てる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 ん、ポン、10番の方です。おめでとうございます。10番の方がカレーマンでした。はい、次はこのピザマンです。ピザマンの方は、てる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 、あ、映ってなかった今まで、すいません。てる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 ん、ポン、11番の方です。おめでとうございます。11番の方は、おいしょしょ、このカレーマンのスクイーズです。次、これね、ちゃんと折らさってないと見えてしまう。よいしょ、次はこのチョコブレッドのスクイーズの型を決めます。てる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 ん、ポン、13番の方です。おめでとうございます。13番の方がチョコブレッドでした。次はこのボールの豚の方は、豚の方はって言い方ちょっとあれですかね、豚のスクイーズの方は、てるてるてるん、あと4個ですね。じゃん、3番の方です。おめでとうございます。
すいません、拍手している暇がないというか、もうめっちゃ新しい動画で本当にすいません。はい、次どんどんいきます。あと3個です。はい、犬のスクイーズの方はトレ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 ーン、ポン、12番の方です。おめでとうございます。はい、12番の方、あーマステが、よいしょよいしょ、はいっと、はい、12番の方です。次パンダの方はどっちになるのでしょうか。てる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 ーん、ポン、巻き舌ができてないっていうね。14番の方です。おめでとうございます。ということで1個余ってるのが虎のスクイーズですね。虎のスクイーズの方は出てない番号の方なので、はい、4番ですね。おめでとうございます。はい、ということで全てのなんだっけ抽選が終わりました。この貼ってあるスクイーズの番号を調べて、その方にスクイーズと一緒に発送したいと思います。今日発送しに行くのでちょっとお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。20日から北海道にはいないって言ってたんですけど、ちゃんとあの旅行先でも受け取り評価は必ずしますので、そこら辺はご心配なくよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。